いや、放送事故だ。おーい、おーい、性病映ってねえか。クレイジーなよかし始まるよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。トリコモナスもらった。トリコモナス。ほら多分視聴者の皆さんもね。お前ら、近所お前ら大丈夫か。一番安定の3人でしょこれが。おはようございます。なんかこれバランス悪くない？もうちょいこっちなの。こういうことかな、これか、これだ、うん、これに行こうかね。始まった。でもなんかこれ初めてさ、なんかレギュラーとしていい形のメンバーなんじゃない？なんか本当っす、そう思います。いいと思います。はい、どうですか？ちょ、これ一番いいぜ。一番安定してるかもしれない。マジですか？なんかその危ない橋は渡りたくないじゃん、もう。そうだね、もう危険な橋ばっか渡ってきましたよ、ドロー。今日真面目に行きましょう、マジで。え、いや、真面目に行くなら真面目に行こうぜ。はい、いつもなんかあれじゃないですか、そういう、なんかこう、そうやって言って不真面目な感じ出すじゃないですか。下ネタとかすぐ言うし、取締役なんだからしっかりしてほしいんですよね。お前冒頭で何言ったか考えろよ。俺か、性病映ってねえか、あれよ。思いっきりええ、ほら、コメントで3人髪型似てるねって。それはあの、本当にセーマをね、軸に俺らが真似しただけだ。セーマ、セーマってここは先端だからね。リスナーの人がセーマ、セーマ言うから。うん、何話していく？でもね、3人だからね、いい具合にね、結構ね、ちゃんとした話ができると思うんだよ、こういう時だから。うん、なんか拾ってきます？拾おうか。今日なんか拾う感じでいいのかな、これ。あ、で、そっち系で行こうか、じゃあ。いつも結構拾うんすよ。あ、拾ってんの。なんか、え、なんかさ、最近さ、何回か前でか、19歳。あ、はいはいはい。19歳が今日現れてない。あの子、19歳の子ね。今日19歳出てきてない。19歳今日寝てるか。寝てんじゃないですかね。寝てるかな。なんだあいつ、毎回見てるわけじゃねえのか。てか、それこそ昨日いたんすよ、19歳。うん、あ、そうなの。はい。え、昨日？昨日いたんですよ、店に。あ、え、そうなの？はい、来てんの？そう、はい、昨日来てたことです。19歳ちゃん、ありがとう。あ、ありがとうございます。え、ついてねえよ、俺。え、なに？ニコ生見てくれてる人って結構来てくれてんの、ケンジ？はい。あ、そうなんだ。いや、そんな来てないっすよ。え、だからそういう現実そんな来てないっすよ。そんなこと言う。え、なんか結構、なんか口ばっかなんですよ。そのいいじゃん、今度行っていいっすかみたいな、初回行っていいっすかみたいな言うんですよ。で、いいよって言うじゃないですか。で、大体それで来た場合言うじゃないですか、そのニコ生見てきましたみたいな。はいはいはい。そんなこと一言もないですからね。だから結構言ってだけですよ。来ないです、来ないです、ニコ生。え、まずさ、じゃあ逆にじゃあこんなの俺らのオナニーでしかないですよ。俺らこうやってくっちゃべって、面白いでしょみたいな。みんなオナニーしてる、うん、そうっす、俺らの自己満だ。俺らの自己満だ、僕らの。ほんとに。え、まずさ、こう来たいなって、面白いな。例えば、セーマだったら最近ちょっとニコ生でさ、セーマ先生って言われるようになって、じゃあ会いに行きたいなと思って、行かない理由は何なのかを聞きたいよね。来れない、例えば、まあ仕事だなのか。あれっすよ、あの下ネタしか言えないよ。貧乏に好かれるん。貧乏に好かれてるん。え、なんすか貧乏。え、なんすか、誰のこと貧乏っすか。女の子たちですか。女の子じゃないよ。え、うん、やっぱりね。やばくないっすか。え、お金で判断するんですか。やっぱりね、ここはもうさ。え、お前まだホストお金でやってんの。いや、お金でなんて俺やってない。俺ら二人は女の子の笑顔が見たいから。やばい、今日こっち系か。今日こっち系だ。テクニックじゃないですか、女の子は。うん、何の落とす感度っすね。感度だね、やっぱりね。そこで判断っすよ。え、何お前はさ、こっちに寄ろうと思ったら下ネタに持っていくって。わざわざ。もう3人もう3人バレバレのこれでいいんじゃないのって思ってたんだけど、俺。形作ろうとしたら崩す。このアホ。
いや、どれで行くんだよ。もう拾いましょう。いいで、結構いいコメントあるんですよ、いっぱい。だから見かけ指名だけど、聖馬先生目当てでドロップ行ってるよって。指名しろー。だから、だいたい誰だか分かる。名前言うぞ。ケンジ大久保病院にいる。どれで行こうか、これドロップ。もう一回初回出られるのは1回目、じゃあ2回目まで大丈夫だよ。あとね、指名するんだったら何回でも来いだよね。いや、そんなオラオラじゃない、俺ら。恋とかじゃない。やっぱハートですから。来てください。気持ち。テクニックじゃん。気持ちっす。違う違う。今日なんか、うん、これやっぱこのメンバーいいね。なんか行き過ぎても大丈夫そうだね。この感じ。どうするこれ。あ、初回はね、2回目まで全然入っていただいてますよ。うん、いろんな方にも。結構ね、今となっては結構男前も多いですしね。迷った方は2階は全然来て、来て。もうちゃんと話さんばい、2人とも。何したいな、こら。あ、月曜日は天休なんでね、本当にお間違いないように。火曜日から。いますよね、休みの日に今日行こうと思ったんだけど、あれマジやだ、本当に。あれちょっと本当になんか狙ってんのかなって。何なんですかね。いや、それ結構あるんですよ。いや、結構あるよね。しかもレベル高いやつは月曜日定休日って分かってるじゃないですか。で、月曜日言ってきます、で、休みだよって言うじゃないですか。レベル高いやつ、1日に言ってくるんですよ。月曜日じゃないじゃんみたいな。それだいぶ、それレベル高い、はいはい、レベル高いですよね、はい、それレベル高い、はい、1日、1日休み、そんな女しか寄ってこないわけ。あ、辛いな、うん、今まで辛かったな。辛かったっすね。やっぱ、本当になんか、マオさんなんかやりづらくないっすよ。あ、嘘。いや、ただ本当に今気になってるのが203番、聖馬先生好き @AYA。 これが俺のお客さんです。俺のツイッターもフォローしてくれてる。かわいこちゃん、かわいこちゃん。いや、ほんとほんとほんと、ツイッターフォローしてくれてるよね。やってないっすね、ツイッター。やってるやってるやってる。本当っすか。俺結構ね、自分がね、出てない時もね、結構ね、ドロップの回は見てるの。言っていい、その AYA ちゃんに関しては最初俺だったからね。もうだから分かった、 AYA じゃねえ、あやでいいよもう。そのあやちゃんに関してはもうね、俺だったんだよ最初。でもセイマーが現れてセイマーになっちゃったっていうの、俺悔しいからね。でもツイッターフォローして、やってください、やってください。悔しい、悔しいですか。ちょっと待って、マオさんが悔しいみたいです。悔しいの、悔しいですか、マオさん。悔しいですか。悔しいです。いや違う、ごめんね。あ、帰ろうか、俺帰った方がいいかな。カチカチ、どこが、カチカチ、どこは、どこカチカチ、どこカチカチ、どこカチカチ。あ、ごめんね、これも間違ったね。本当に悪いと思ってます。悪いと思ってる、悪いと思ってる。謝ればいいと思ってます。これはもう、これ見てる人もヤバいと思ってると思う、うん、やる気スイッチ押しちゃうぞ。いや、かわしやもん、今日本当に俺来なきゃよかったかもしれない、俺これ。うん、オッケー。普通に話そうか。で、終わった終わった、いや、乗れや、お前よ。こう、最近の何、ドロップの回はこんなにコメントの伸びが悪いの。何。あ、悪いっすね。うん、あ、どんどん、あれか、あの、お客さん離れが、リスナー離れが進んでる。なんか最近までチヤホヤ、チンチンチョキチョキタイム。これね、あの、出た出た出た、あの子。これ誰でしたっけ。これ僕、あの、知ってますわ。え、なに、チンチンチョキチョキタイム。俺悪いけど、チンチンチョキチョキタイムちゃんは僕知ってますから、あの、大丈夫です。誰です、誰です。あのね、あの、知ってる、 LINE も知ってますわ。LINE 知ってるんだ。あ、そうなんだ、はいはい、あ、じゃあお客さんみたいな感じなんだ、もう。うん、お客、いや、お客、まあまあまあ言ってくれたらもうお客様。いや、お客さんじゃないですか。いや、ってことは、それ趣味、趣味、趣味とかじゃないけど、趣味でチンチンちょくちょくタイムですか。え、ってことは、お前とその女の子の間での共通の言葉だ、うん、チンチンちょきちょきタイムだ。連絡をいただいて、はい、そういう、いわゆるな、これから、これからかな。何の、クレイジーな夜更かしから連絡をいただいて見てくれてるっていう。で、何をやったの。何をやった。チンチンチョキチョキタイムはしてません。してません。何、俺今日はめられる気。全然話違うじゃん。超おもろいぜ。276番、出っ歯に前髪うざおにメガネプレットセーブ。何のひねりもねえから。そのまま、もう見たまんま。出っ歯と前髪うざお。メガネプリントセーター男。前髪うざおって。あ、今日、今日面白いかもね。いや、クレイジーなことしようじゃん。
まだ全然時間もあるし、クレイジーさがない、うん、らしさが出てない、うん、らしさがさ、どうしていく、何してほしいの、したら何を答えてほしいの、あれなんかさ、それっぽいこと今出そうか、それっぽいこと、うん、まあここ最近今月さ、バレンタイン終わったじゃん、で、ありがたいことにさ、うちのこうイベントでも結構いろいろなたくさんのお客さん来てくれて、まあね、担当とかヘルプ関係なしにチョコレートをこういただいたりして、で、お返しに何が欲しいかではなくて、もらって一番嫌なもの、迷惑なもの、これもらっても困るわ、いや、担当からヘルプから、これ聞きたいね、女の子がもらいたくないってこと、だから前髪切りてえわ、後からにしてくれよいや、歯にチョコ引っかからないの、歯に、いや、引っかかんねえだろ、こんだけ何、マモさんのあだ名は右手ギャルって何、どういうこと、何、右手ギャルって何、どういうこと、右手ギャル、うん、何したんですか、いや、何もしてない、右手は別に俺普通だよ、そのお前右手で何やってんの、毎日あの出ちゃいました、マギーが、マギーが、俺のマギー、俺のミーじゃん、マオのミーが、マギーなんですよ、でもマジックやれよって、マギー信じ、花いら出っ張ってつらい全然磨きやすい出てるからすごい気使うけどね、花はいらん、どうしていくの、このままでいったら30分なんかあっという間だからね、うん、言っとくけど俺ギャル嫌いだからね、あのギャルって清潔感があるギャルって俺あんま見たことないの、あ、いないっすね、なかなか、もうさ、ギャルって言われるところがさ、もうおギャルみたいな感じで見ちゃってる俺、うん、ギャルは嫌いですよ、本当に、言っとく、まあ多分俺とセイマはその嫌いって言うのが部類がないと思う、ね、いや、ふざけてるわマジで全然なんか今日1、2ね、普通に嬉しくないですよ、そんなの、嬉しくないですか、嬉しくないです、いやいや、それはお金かけてる、じゃギャルに、うん、マオ君かっこいい好きですって言われたら、何、お前は、お前マジかって、セイマ君に LINE して初回行ってもいいですかって、いや俺さっき見たんですよ、今しろやじゃん今これは、今 LINE しようよ、みんなリアルタイムでこれ隠れて見てんの嫌だよね、うん、俺すげえ思う、コソコソしてんの嫌じゃない、うん、LINE してよ、コソコソしてるって失礼っすね見てもらってて、コソコソ見てんじゃねえってコソコソ見てる、めちゃめちゃえ、でも6つに最低やろうっすよ、うん、そうつけまはあり、つけまつけまはまあつけまってもうさ、あれ捨ててよ、エクステ、ね、エクステしろよ、松江くん、うん、だと思うな、俺はな、うん、何でもいいけどな、6つに目がある、まあ、何でもいいやもん、タイプだったら、だから、あとはあや、今セイマに LINE すんなよいや、これが厳しいとこだよね、そのあ、そっちか、今 LINE すればいい、あ、そのギリギリ、うん、ギリギリね、やっぱ指名もらってる状態だから僕は、うん、うん、首の皮一枚ね、首の皮一枚なのか何の皮か知らんけども、本当にそういうボケも誰もね、薬ともらってくるし、向こう側にいるね、ハゲちゃんもやっぱ全然ほら誰も、ハゲちゃんのリアクションなさすぎるよ、ほんとにデカティン、え、お前デカティンなの、デカティンなんすか、なんかさ、ちょ、ほんとに言っていい、いや、待って、これ、俺分かった、これ書いてる人、これも俺のお客さんやろ、え、なんか、いや、別にどうでもいいんだよ、お前のお客さんなんすか、今、自慢すか、え、そういうのよくあるっすよね、なんか、仕事中もなんか変な遠回しな自慢してくんですよ、気持ち悪いよね、聞いてるこっちの身にもなれボケ死んでいい切腹、切腹カッてやっていいねなんか全体通して申し訳ないよくあるんだ、うん、あ、最近こういうか、こういう感じか、これコメントは、これヤバくねえか、不特定多数ではないね、多数じゃないんだ、19歳出てこないしな、しかも本当に。で、だって CM 明けでちょっと何かしらやろう。うん。うん。そのやります。CM 行きますって言って CM 明けた後に真央が裸で登場します。じゃあ一旦 CM でーす。
I am Yusei, who newcomer just entered AJ. Is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer cause I'll be the one. Hey gentlemen, would you like to know how to raise the sales?ようこそ僕のシンデレラ。最低だわマジ。もう CM 実装はもうマジしか言わない。CM 見ながら。なんかさ。俺も結構テレビっ子なんだ、うん、で CM 行く時の音楽とか CM 明けの音楽って結構好きなの、うん、あ、お茶、うん、お茶付き合ってんのかお前らはほら、ケンジ座った瞬間なんかうるせえの来たよ、最悪おいおいうるせえの来たよすげえね、ケンジの暴露をしてさ、何がおもろいかだよね。ケンジの暴露どこかじゃん。あ、これ今日今回ちっちゃいっすね。一回こっち行って。あ、こういうことね。あ、このメンツ何時から出勤してますか？話したい。これいい感じだよ。いいっすね。オープンからいます。オープンからいる。はい、オープンからいます、うん。オープンからいます。うん、オープンからいてほしくないです。いる、オープンからいます。お、いるよね、たまにね。たまにね。よくね。あ、あやちゃんありがとう。おい、お前もう本当に、何の弊害もなしに人の客の名前出すの。もう本当に、なんか変な感じなのよ。あやだけ OK みたいになってるよ。もういいから。マオさん、右側の方がイケメンだしっす。おその角度イケメンって正解。ま、眉毛整えていくわ。お前、今生やしてんだよね。どうでもいい。何でしょう、これ拾うのにも拾いたくないコメント多いんだよね。そのケンジ何歳とかさ、ケンジの年いらねえぜ。お、19歳来ました。あ、19歳来ました。はいよ。いや、19歳来るまであや頑張ってくれたわ。ケンジ来た次行った時褒めてあげなきゃダメ。褒めてあげなきゃ。ケンジの暴露していいのでやめて。暴露やめて。いや、聞きたい。暴露はやめて。ちょうだいケンジ将来に不安はないよ、意外と。いや、ないよ。意外とないよ、うん、意外ともらっちゃうから。この前だってバリアン行ったばっかでしょ。この間バリアン行ったばっかちょっと南国にパスポート最低だね、一番ですよ、ね、俺やっと気付けたわ。ね、でもかっこいいからいいんじゃないですか。ちょ、なんか顔かっこいいじゃないですか。細胞の違いだよ、細胞がね、やっぱりね。で、なんかそういえばそっち系に行ったってことになる。いやいや、もうなんかめんどくさいですね、かっこいいやつ。めんどくさい。なんかそれ言っときゃいいんですよ。ちょっと昨日も寝る前にさ、その YouTube に上げてもらってるんで、これで、それを見てて、なんかマオがその、なんだっけ、バレンタインの前の回かなんかに、いや俺はイベントいらねえみたいな。あ、言ってた。わざわざジャケットをこうこうする仕草をしながら、うん、俺イベントとかやりたいからみたいな。あー、いや、イベントじゃ好きな人いるの、この中に。はい、あげてあげて。いや、お前嫌いっつったじゃん。じゃあ俺は違うよ。あげんなよ、じゃあ嘘だもん。なんで嫌いなんですか。え、なんかみんながそのそわそわする感じが嫌だ、その時期に向けて。もう分かる。言ったらホストのバースデーとかも嫌いね。あの女の子がそわそわさせられちゃったりするじゃん。それでお祝いしてもらってさ、最低っすよ。お祝いしてもらって売れてんのにさ。まさか変わったわ。変わっちまったよ。どうしたんすか。その感じやめよ。がっかりだわ。がっかりだわ。コメントにも来るわ。マオどうしたん。九州弁じゃん。まあどうしたん。イベント好きな人っているの。言ったら。女の子は好きなんじゃん。イベントって嫌だって。俺言っとくのはクリスマスとか好きだけど、バレンタインとかは嫌だってことだよ。理由はなんすか、その。なんかお互いは、そう、違いなんすか。お互いが渡し合うっていう
その無駄なやり取りが嫌い。気持ちと気持ちのぶつかり合いじゃないですか。もう嫌だ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 よ、そんなの。なんでそのお金、なんか金で物言わすみたいな。まあ、まだ手振ってる。あ、手振って、はいはい、はい、何も盛り上がんない。何ですか今適当な感じ。見てもらってるんだから。え、手振ってって言われたらさ、絶対これじゃん。なんすかその適当な感じ。いやいや、ここまでやんないとやっぱダメだと、うん、いやなんかちょっと待って、つったでも意外とイベント嫌いっていう子いますね。え、そのな、どういう意味なんですか。その一般的にイベントを嫌いっていうのが、お店のイベントが嫌い、お店のイベントが嫌いなんと思う。あ、それはそうですよね。だってお金使わされるだけだから。そう、それ嫌だわ。うん、その通りで。言ったらさ、多分あれだと思う。な、うん、やっぱりそうなんだよね。なんか意外とお祭りって思ってきてくれたら、なんかもっと楽しい部分が見れるのかなって思います。うん、祭り、はい、祭り、チーム対抗とか知らねえと本当にそうだと思う。どこのチームで。明後日までだから、明後日までだから、明後日までみんな待ってるね。それ言ってんですかね、みんなお客さんに。言ってんのかな。言ってないんじゃないですか。言ってないじゃん。これは言ってないからおもろいじゃん。あ、確かに確かに確かに。だってさ、まあ、女の子はさ、まあ本当にまあその AYA ちゃん以外ね、はい、AYA ちゃんはセイマー先生に会いたくて来てくれてるけど、 あのほら担当のことを思って来てくれてるのに別に。ケンジ顔がオナホールって感じ。口開けろ口開けろ。おい何番だ何番だ。625番。え、俺が忘れてるからいいのかな。いいのかな。ケンジ生好きや。生でやったことありません。ちょっと待って、なんやめて。なんケンジのディスりが止まんねえんだよ。なんでやめてよ。ケンジゴムつけてて。知らねえよ、エッチしてねえよ最近。そんなにエレメントナイスツッコミ多いよね最近ね。うん、次はレベル高いっすよ。コメントのね、レベルが上がってきたね。あ、19歳、みかげさんとまおさん分かりますって。あ、分かりますよ、見てるんで。うん、あのでも19歳さんの顔はまだ知らないんですよ僕。いや、そこなんですよね。今度呼んで。なんかお店にも来ていただいてるみたいなんですけど、僕ら会ったことないんでね。逆になんか本当に嬉しいかも。だから19歳の子が来てくれた時に、僕と真央がその全力でチンチンチョキチョキするんで。だからそれは違う方だ。あ、また違うんだ。違う違う、同一じゃないよね。え、チンチョキと19歳は違う。違う違う違う、チンチョキちゃん。ちょっと待って、やべやべ、すげえの、すげえのぶっこんできた。すげえのぶっこんできた。スーパー一緒に行った子。ちょっと待って、もうスーパー一緒に行った子。ちょっと待って。あ、まあまあ、ケンジケンジ。俺じゃないよ。ケンジ行ってません、行ってません。見られてるぞお前。どこのスーパーっすか。じゃ全然知らない。それバレーツ。あ、相当前。バレーツ。4年5年前のこと、4年5年前のこと。4年後、昔のことにしたらもう何もなくなったことにしようとしてるわ。マレーツなんだろうな。いや、ケンジ、ケンジズル向けだよって言ってるけど、本当に見たことがない人がそういう風な発言をする。ケンジはむちゃくちゃ綺麗だから。そう、まあ、チンコはマジイケメンだから俺。マジあれ、ケンジでかいよね。ケンジ意外。ホクロあります。ホクロない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 。プリンってしてた。プリンプリンプリン。多分死んだら切られる。三角標本に。ああ、厳しい。いや、訂正、いや、訂正入ったんだよ。丸いやつじゃなくて三角。そうそうそう、三角。三角はいった。ここめっちゃ面白かった。三角は北の丸いやつも。じゃあ北の丸いやつじゃなくて東の三角。やばいよやばいよ。いやー、じゃん。内勤が座るとさ、言いたい放題言えるからね、楽しいね。マクロ合戦っすよね、ほら。マジで。あ、大丈夫、もうそこ引っ越してるから大丈夫だよ。今違うとこ住んでる。え、今の家もどこっすか。今突き止めた。今どこっす。今突き止めた。その場所までは今突き止めてるんだけど、そのマンション名も全部バラそうと思ってたら。交番近いっすよね、確か。ちょ、最低だな。やべえやべえ。そう、ケンジ暴露とか正直どうでもいいから違う話しましょう。違う話しましょう。じゃあ残りのね、5分ちょい、7分くらい、8分くらいかな。マオの暴露ずっと俺が言い続けてる。俺の暴露はないもんね。え、あ、今どこってない。俺ら俺ら今どこにいるの。歌舞伎町だ。今歌舞伎町、歌舞伎町リアルタイムで。リアルタイム歌舞伎町。あのお店の近くにあるんですよ、スタジオが。すみません、すみません、
え、なんでセブ知ってんの。パンパクパク。マンはトリコモナスモチ。マチマチ。トリコモナスマチ。モチモチだね。まあ、ま、モチね。今日面白いっすね。やっぱ安定してるよ。え、俺がさ、なんかさ、YouTube で見てるとき、ちんちょきちゃん、もうちょっと頑張ってたよ。え、あ、誰か、あ、みなげかっこよくなりました。散髪にしてくれてありがとうって。なんか、あんま褒められても、なんも出てこない。テレアだからね、テレアだからね。なんも出てこないタイプだ。テレアだ。まあ、そしてね、まあ、ここ、あと何分、何分かな。すぐさ、そうやってさ、店のさ、なんか何日にさ、何日にイベントがあって、いや、これね、まず鉄板。イベント何日です。皆さんこぞってお越しください。従業員大募集してます。皆さん、紹介してくれたらお金出します。またお金の話。結局金か。バカじゃん。バカバカ、本当に。意外と本当最近も結構増えてるんで、まあ、ぜひとも本当に、うちに遊びに来てください、本当に。何が、うん、頑張ろう、ドロップ、ほんと頑張ろう。何がよ、従業員、ちょくちょく増えてるじゃん。俺だって俺のやつばっかだけどな、増えてんのは。なぁ、ろくでもねえわ、最低だよ、もう。俺は最低だよ。ケンジ、ここだけ言わして。俺、自分より売れてるやつ嫌いだわ。で、セイマがいつ誕生日なんだっけ。セイマいつ誕生日、6月でしょ。6月です、ね、6月です、うん、じゃあ、6月もさ、イベント来てる。6月いつする、うん、いつする、もう。2016年の6月にやりたいです、ね、じゃあ1年後じゃん。あ、まだまだダメっす。ダメダメダメ、セイマはやってもらえない。え、それこそやめた。おお、来た。セイマ先生来た。お、来てるんじゃない。誰これ。え、これ来たので勝手に見ちゃってるけど俺も。誰、こういうの楽しいね。なんか高校生に戻った気がするわ。30秒前じゃん。お、来てる来てる。でもまたアイアス。その子だった。ダメだよ。え、まだだ、絶対、おい、 AYA 乱用すんな絶対。これ違うっす、この画像は。違う、全然違う。あ、違う。おお、ってことは違うあやちゃんだった。違うあやちゃんかもしんない。いや、じゃあそんなことない、そんなことない、それは。あ、ダメ。あ、3月15日ジンシャイニの誕生日があるんで皆さん来てくださいね。皆さん待ってます。じゃあ最後いくよ、みんな。桃太郎じゃんけんじゃんけんぽん。勝った人は素晴らしい。なんでじゃんけんするの。なんでなんで。そぬいてビクビクしてては掴めないような方を把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ自分に負けない心持って産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2。 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。